皆さんこんにちは洋介です。動画を見てくれてありがとうございます。今回は日本での生活費について私の経験をもとに詳しくお話ししていきます。私はこれまで東京名古屋でそれぞれ数年間一人暮らしをしてきました。 そして今は地方都市に住んでいます。この経験を通じて各都市での生活の違いや驚きもたくさんありました。今日はそんな話をしながら都市圏と地方都市の生活費を比べていきたいと思います。今回は 一人暮らしの場合と家族で住む場合の両方についてお話しします。具体的には、一人暮らしを想定した駅徒歩10分の25平米 1K の物件と家族との暮らしを想定した駅徒歩15分の65平米 1K の物件と 2LDK の物件で考えます。駅徒歩とは、駅から物件まで歩いて何分かかるかを示しています。駅から徒歩でを略して、駅徒歩と言っています。例えば、駅徒歩10分は、 駅からその物件まで歩いて約10分かかることを意味します。ちなみに、徒歩1分は80メートルと定められているため、駅徒歩10分は駅から800メートル離れている物件ですね。平米というのは、 平方メートルと同じ意味です。1K とは、一つの部屋とキッチンがある間取りを意味します。1LDK だと、一つの部屋とリビング、ダイニング、キッチン、略して LDK がある間取りを意味します。LDK とは、 リビングとダイニング、キッチンが一体となったスペースです。なので 2LDK は2つの部屋とリビング、ダイニング、キッチン、LDK がある間取りのことですね。それでは早速始めていきましょう。まず私が最初に住んだ 東京のお話から始めます。東京は日本の首都で何でも揃っている便利な場所ですが、やっぱり家賃が高いんです。私が住んでいた品川区の大井町では、築25年程度の古い物件でしたが、25平米の物件が 8万5千円こんなに高いのと本当に驚きました実際渋谷区や港区などの人気エリアでは家賃は10万から13万ほどが一般的ですしかも駅地下つまり駅から近い場所だとさらに高くなります 例えば新築やリノベーション済み物件だと15万を超えることもあります家族で住む場合の 2LDK の物件だと当たり前ですがさらに高くなります私も以前品川区世田谷区杉並区などで家族で住める 物件を探していたのですが、家賃は20万から25万円ほど。少し郊外のエリアでも、駅から15分以内で広めの物件を探すと、20万から30万くらいが普通です。東京の生活は、便利な交通網や、 多様な生活サービスが整っていて、日常生活の不便さはほとんど感じません。ただ、やっぱり高いです。東京の家賃があまりにも高いので、多くの人が家賃を抑えるために、東京近郊の県に住むことを選びます。例えば、 私が以前住んでいた流山大鷹の森は千葉県にありますが東京の中心部へはつくばエクスプレスで30分ほど家賃も例えば 2LDK の物件で12万から15万円ほどで東京よりもかなりお手ごろです このエリアは最近開発が進んでいてショッピングモールや公園も多く子育て世帯にも非常に人気がありますまた埼玉県の浦和も人気のエリアです浦和から東京駅まで電車で30分ほどで家賃も 東京に比べて割安です。例えば 2LDK の物件なら13万から18万程度で駅から15分以内の便利な場所でも見つかることがあります浦和は教育環境も整っていて教育熱心な公立の学校や塾も 多いと言われているので子どもの教育に力を入れたい家庭にもぴったりです。こうした東京近郊のエリアは家賃を抑えながらも都心へのアクセスを確保できるためおすすめのエリアになります。もちろん生活費は 家賃だけではありません。まず食費。一人暮らしの場合、一日2000円と仮定しても、月に6万円ほどはかかります。家族の場合は、12万から15万円が目安です。ランチは1000円を超えるところも少なくないため、 正直、一日二千円だと厳しいです。私も最初の頃はついつい外食が多くなってしまい、あっという間に予算を超えてしまいました。節約のために自宅でご飯を炊き、おにぎりを持参するなどしてランチ代を浮かせていました。 公共料金、電気、ガス、水道は月に2万円ほどですね。一人暮らしならこれくらいで済みますが、家族で済むと3万円から4万円は覚悟した方がよいです。特に冬は暖房費、夏はエアコン代がかさむので、 注意が必要ですとはいえエアコンをつけないわけにはいかないので仕方ないですね。東京の家族の暮らしで大きな出費になるのが教育費です。東京ではお受験つまり小学校や中学校の受験が一般的で 多くの家庭が学習塾や家庭教師にお金をかけています。知り合いの家族は子供も2人を塾に通わせていて、月に5万から10万円もかかっているそうです。教育のためならと言いますが、東京の教育熱心な環境には、 驚かされます携帯代は最近ずいぶん安くなりました格安 SIM やキャリアの新しいプランのおかげで以前は1人当たり1万円くらいかかっていたところ今では1人当たり3,000円から 五千円くらいで住むことが多いです。自宅のインターネット回線などの通信費は四千円から六千円くらいですね。通信費は全国であまり変わりありません。東京で住む場合、トータルでざっくりと計算すると。 一人暮らしだと22万から25万円。家族だと37万から42万円は最低かかる金額ですね。次に私が4年間住んでいた名古屋での生活についてお話しします。名古屋は東京と大阪の 中間に位置し都会の便利さと地方の穏やかさが共存している町です名古屋で私が住んでいたのは東山線の池下というエリアで25平米の 1K で7万円でした名古屋駅や堺駅にもアクセスしやすい 便利な場所ですちなみに名古屋の中心部の栄は東京でいうと新宿や渋谷のような賑やかなエリアです生活費は東京より少し安めです名古屋で家族向けの 2LDK の物件を探すと中心部から 少し離れた地域で10万から15万くらいが相場です。東京に比べて家賃はかなりリーズナブルですし、生活費も抑えやすいです。名古屋にはモーニング文化があります。これは朝喫茶店に行くと、 コーヒーーヒいの注文で、ででトーストスやサラダ、ゆで卵がついてくるんです。最初にこの文化を知った時「なんてお得なんだ」と大喜びしました外食の費用やスーパーの食材も少し安いため食費は1万円程度安くなるイメージです。 名古屋の地下鉄は東京や大阪ほど混雑しておらず通勤が楽なのもいいところです車を持っていても駐車場代が比較的安く月に5000円から1万円ほどで済みます小学校受験や中学受験はあまり 必要がないため東京に比べると子どもが幼い頃から教育費がかからない点は魅力的です名古屋の場合1人暮らしで17万円から20万円家族だと30万円から35万円くらいの費用が毎月かかりますね最後に 今私が住んでいる地方都市での生活についてお話しします地方都市では都市部に比べて家賃が安く暮らしのペースもゆったりしていますが車が必須になることが多いです地方都市では駅徒歩10分の25平米ケ系の物件で 4万から6万円程度。65平米の 2LDK の物件でも6万から10万円で見つかることが多いです。ファミリー向けの物件もリーズナブルで、都市部と比べてかなりお得です。ただし、地方では公共交通機関が限られているため、 車が必要です車の維持費には、ガソリン代、駐車場代、自動車保険料、車検代、メンテナンス費などが含まれ、月に2、3万円ほどかかります。食費や光熱費は、東京に比べると少し割安ですが、そこまで大きく変わりません。 地方では静かな環境でのんびり暮らせるのが魅力です子育て世帯には公園や自然が豊富で子どもたちも健やかに育つ環境が整っています都市部と比べ保育園や幼稚園へ預けられないということもないのは安心ですまた、 地域のコミュニティがしっかりしているので、隣近所との交流が多く安心感がありますが、めんどくささもちょっとあります。一方で都会の便利さや多様な選択肢が少ないと感じることもあるんですよね。地方では車の所有を含み、一人暮らしで 16万円から19万円、家族で26万円から30万円くらいかかりますね。ここまで、東京、名古屋、地方都市での家賃、食費、光熱費、通信費といった必要最低限かかる費用をあくまでざっくりとご紹介しました。 これ以外にも教育費や飲みに行くお金とかティッシュトイレットペーパーなどの日常の消耗品の費用は別途必要となります都市圏と地方都市の生活費を平均で比較すると東京は家賃や教育費が特に高く 生活費全体が最も高額です。名古屋は東京に比べるとやや抑えられた生活費で、地方都市は家賃が安く、生活費も最も低くなります。ただし、地方では車の維持費が追加されることに注意が必要です。いかがでしたか 日本のいろんな場所での生活についてイメージできましたか皆さんの住んでいる地域と比べていかがでしたか少しでも参考になれば嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょういかがでしたかこのチャンネルでは日本語を学びつつ日本の常識や文化 日常を紹介していますまだチャンネル登録や通知設定をしていない方は見逃しをしないようチャンネル登録と通知の設定をしておきましょうここからもう一度振り仮名なしで聞いてみましょうみなさんこんにちは陽介です動画を見てくれて ありがとうございます。今回は日本での生活費について私の経験をもとに詳しくお話ししていきます。私はこれまで東京、名古屋でそれぞれ数年間一人暮らしをしてきました。そして今は地方都市に住んでいます。 この経験を通じて各都市での生活の違いや驚きもたくさんありました。今日はそんな話をしながら都市圏と地方都市の生活費を比べていきたいと思います。今回は一人暮らしの場合と家族で住む場合の 両方についてお話しします。具体的には、一人暮らしを想定した、駅徒歩10分の25平米 1K の物件と、家族との暮らしを想定した、駅徒歩15分の65平米 2LDK の物件で考えます。 駅徒歩とは駅から物件まで歩いて何分かかるかを示しています「駅から徒歩で」を略して「駅徒歩」と言っています例えば「駅徒歩10分」は駅からその物件まで歩いて約10分 10分かかることを意味します。ちなみに、徒歩1分は80メートルと定められているため、駅徒歩10分は駅から800メートル離れている物件ですね。平米というのは平方メートルと同じ意味です。 1K とは、一つの部屋とキッチンがある間取りを意味します。1LDK だと、一つの部屋とリビング、ダイニング、キッチン、略して LDK がある間取りを意味します。LDK とは、リビングとダイニング、キッチンが となので、2LDK は2つの部屋と、リビング、ダイニング、キッチン、LDK がある間取りのことですね。それでは、早速始めていきましょう。まず、私が最初に住んだ東京のお話から始めます。東京は、 日本の首都で何でも揃っている便利な場所ですがやっぱり家賃が高いんです私が住んでいた品川区の大井町では築25年程度の古い物件でしたが25平米の物件が8万5,000円こんなに高いのと 本当に驚きました実際渋谷区や港区などの人気エリアでは家賃は10万から13万ほどが一般的ですしかも駅地下つまり駅から近い場所だとさらに高くなります例えば新築や リノベーション済み物件だと15万を超えることもあります家族で住む場合の 2LDK の物件だと当たり前ですがさらに高くなります私も以前品川区世田谷区杉並区などで家族で住める 物件を探していたのですが、家賃は20万から25万円ほど。少し郊外のエリアでも、駅から15分以内で広めの物件を探すと、20万から30万くらいが普通です。東京の生活は、便利な交通網や、 多様な生活サービスが整っていて、日常生活の不便さはほとんど感じません。ただ、やっぱり高いです。東京の家賃があまりにも高いので、多くの人が家賃を抑えるために、東京近郊の県に住むことを選びます。例えば、 私が以前住んでいた流山大高の森は千葉県にありますが東京の中心部へはつくばエクスプレスで30分ほど家賃も例えば 2LDK の物件で12万から15万円ほどで東京よりもかなりお手ごろです このエリアは最近開発が進んでいてショッピングモールや公園も多く子育て世帯にも非常に人気がありますまた埼玉県の浦和も人気のエリアです浦和から東京駅まで電車で30分ほどで家賃も 東京に比べて割安です。例えば 2LDK の物件なら13万から18万程度で駅から15分以内の便利な場所でも見つかることがあります浦和は教育環境も整っていて教育熱心な公立の学校や塾も 多いと言われているので子供の教育に力を入れたい家庭にもぴったりですこうした東京近郊のエリアは家賃を抑えながらも都心へのアクセスを確保できるためおすすめのエリアになりますもちろん生活費は 家賃だけではありません。まず食費。一人暮らしの場合、一日2000円と仮定しても、月に6万円ほどはかかります。家族の場合は、12万から15万円が目安です。ランチは1000円を超えるところも少なくないため、 正直、一日二千円だと厳しいです。私も最初の頃はついつい外食が多くなってしまい、あっという間に予算を超えてしまいました。節約のために自宅でご飯を炊き、おにぎりを持参するなどしてランチ代を浮かせていました。 公共料金、電気、ガス、水道は月に2万円ほどですね。一人暮らしならこれくらいで済みますが、家族で済むと3万円から4万円は覚悟した方が良いです。特に冬は暖房費、夏はエアコン代がかさむので、 注意が必要ですとはいえエアコンをつけないわけにはいかないので仕方ないですね。東京の家族の暮らしで大きな出費になるのが教育費です。東京ではお受験つまり小学校や中学校の受験が一般的で 多くの家庭が学習塾や家庭教師にお金をかけています知り合いの家族は子供2人を塾に通わせていて月に5万から10万円もかかっているそうです教育のためならと言いますが東京の 教育熱心な環境には驚かされます携帯代は最近随分安くなりました格安シムやキャリアの新しいプランのおかげで以前は1人当たり1万円くらいかかっていたところ今では1人当たり 3000円から5000円くらいで住むことが多いです自宅のインターネット回線などの通信費は4000円から6000円くらいですね通信費は全国であまり変わりありません東京で住む場合、トータルで ざっくりと計算すると、一人暮らしだと、二十二万から二十五万円、家族だと、三十七万から四十二万円は最低かかる金額ですね。次に、私が四年間住んでいた名古屋での生活についてお話しします。名古屋は、 東京と大阪の中間に位置し、都会の便利さと地方の穏やかさが共存している町です。名古屋で私が住んでいたのは、東山線の池下というエリアで、25平米の 1K で7万円でした。名古屋駅や、 栄駅にもアクセスしやすい便利な場所です。ちなみに名古屋の中心部の栄は東京でいうと新宿や渋谷のようなにぎやかなエリアです。生活費は東京より少し安めです。名古屋で家族向けの 2LDK の物件を探すと中心部から少し離れた地域で10万から15万くらいが相場です東京に比べて家賃はかなりリーズナブルですし生活費も抑えやすいです名古屋にはモーニング文化がありますこれは 朝、喫茶店に行くと、コーヒー一杯の注文で、トーストやサラダ、ゆで卵がついてくるんです。最初にこの文化を知ったとき、なんてお得なんだ、と大喜びしました。外食の費用やスーパーの食材も少し安いため、食費は 1>, 1万円程度安くなるイメージです名古屋の地下鉄は東京や大阪ほど混雑しておらず通勤が楽なのもいいところです車を持っていても駐車場代が比較的安く月に5000円から1万円ほどで済みます 小学校受験や中学受験はあまり必要がないため、東京に比べると子供が幼い頃から教育費がかからない点は魅力的です。名古屋の場合、一人暮らしで17万円から20万円、家族だと30万円から35万円くらいの費用が、 毎月かかりますね最後に今私が住んでいる地方都市での生活についてお話しします地方都市では都市部に比べて家賃が安く暮らしのペースもゆったりしていますが車が必須になることが多いです地方都市では駅徒歩10分の 25平米 1K の物件で4万から6万円程度65平米の 2LDK の物件でも6万から10万円で見つかることが多いですファミリー向けの物件もリーズナブルで都市部と比べてかなりお得ですただし地方では 公共交通機関が限られているため車が必要です車の維持費にはガソリン代、駐車場代、自動車保険料、車検代、メンテナンス費などが含まれ、月に2、3万円ほどかかります。食費や光熱費は、東京に比べると少し 割安ですがそこまで大きく変わりません地方では静かな環境でのんびり暮らせるのが魅力です子育て世帯には公園や自然が豊富で子どもたちも健やかに育つ環境が整っています都市部と比べ保育園や幼稚園へ預けられない とといいうこともないのは安心ですまた地域のコミュニティがしっかりしているので隣近所との交流が多く安心感がありますがめんどくささもちょっとあります一方で都会の便利さや多様な選択肢が少ないと感じることもあるんですよね 地方では車の所有を含み、一人暮らしで16万円から19万円、家族で26万円から30万円くらいかかりますね。ここまで、東京、名古屋、地方都市での家賃、食費、光熱費、通信費といった必要最低限かかる費用を あくまでざっくりとご紹介しました。これ以外にも、教育費や飲みに行くお金とか、ティッシュ、トイレットペーパーなどの日常の消耗品の費用は別途必要となります。都市圏と地方都市の生活費を平均で比較すると、東京は、 家賃や教育費が特に高く、生活費全体が最も高額です。名古屋は東京に比べるとやや抑えられた生活費で、地方都市は家賃が安く、生活費も最も低くなります。ただし、地方では車の維持費が追加されることに、 注意が必要です。いかがでしたか？日本のいろんな場所での生活についてイメージできましたか？皆さんの住んでいる地域と比べていかがでしたか？少しでも参考になれば嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。 毎週月曜日水曜日土曜日に動画を更新していますのでこの動画がいいねと思ったらチャンネル登録高評価友人へのシェアをよろしくお願いしますコメントもいただけるととても励みになりますではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ